楽しんで、ドリブルが習得できるような内容になっています。横縦横、スローインから来て一回クッション置いてキャッチして頭越えで倒していく。初めてやる人、特に小学生のみんなは、まずはゆっくり工夫しながらやることが大事です。小学生でボールを馴染むというところで、ダブルタッチのところで一つボールをしっかり横に滑らす。小学生は一つここのゆっくりボールを転がせばしっかりと体はついてくる。下げるのも少し斜め後ろに下げてパワーを作ってあげましょう。インサイドで出せるパワーを作って、ボールの形をみんなが理解すると、小学生のみんなは理解してほしいと思います。キックモーションから入って引く、相手が出てきたところをインステップで上げていく。そう、タッチされるのを恐れない、しっかりとドリブルに必要なステップを踏む、そう、横だったり相手の背中も取りに行く。エラストも自然とついてくると思います。どんどん上達していくと思うので、チャレンジしてみてやってください。実践に、試合中、トレーニング中にでも試して、どんどんチャレンジしてください。